皆さん、Urban Street Fighting というゲームを知っていますか？このゲームは2021年に発売された最新鋭格闘ゲームで、このように一部の技がガードされても10割削れるという最高にエキサイティングなバランスと圧倒的なクオリティを誇っています。なんだそれ。そしてこのゲームを作ったメーカーこそが皆さんご存知ピックスワーツなのです。そして2022年3月24日満を持してピックスワーツが送る最新ゲームが配信されました。そのゲームの名は Resonate。ハンドボールペロタです。ハンドボールペロタ。Real deplayable now sports simulation. You may now handball game pelota o gosho kai si masu. Pelota o se te ruhito narako no sports no real de tall timo asobi yisu yi simulation wo tan o si mu kota ga di ki masu. Soda naikatamo ta di ball wo yuta it no jin tima di hakobu kono game ni sugumu tu ni naruko to the show. O monaki no.Device IA game. Full 3D. Roku nin no player character. Chokan tiki naso sase. Rin jayokan afu riru sound. Mo gamatte inai! Bou wa yuti ni iko. Jissai ni yatte mita.どうもマスターハンドに親しまするフックスです。今回は格ゲー界に衝撃を与えたアーバンストリートファイトを生み出したピックスアーツさんの最新作ハンドボールペロタをプレイしていきたいと思います。ちなみに私はこのゲームの配信が楽しみすぎて予約して買いました。可愛いものに土地買うってやばいですか。値段は599円です。前作のアーバンが749円なので150円安いですね。しかしこの差額分以上にゲームのクオリティがとんでもなく下がっています。まず今映っているのがこのゲームのタイトル画面なんですけど、前作ですら存在していた BGM が一切ありません。さらに前作アーバンで話題となったシンプルすぎるタイトル画面と比較しても、アーバンはオプションがあるのに対してこのゲームはオプションすらなく、項目が一つだけ無音でポツンと置いてあるというストロングスタイルです。じゃあ早速始めたいと思うんですが、難易度を決めれるみたいです。とりあえず最初は真ん中の難易度であるミディアムを選びますか。そうすると横にしたスマホが4つ出てきます。じゃなくてステージを選ぶみたいですね。ぶっちゃけどうでもいいので適当に選びます。え？どうやら始まってたみたいです。何の音もないので困惑します。何やってんだ！何音ち狂ったのか。キャラクターの待機モーションがまさかの腰振りという狂気。溜まってるんでしょうか。ちなみに、このゲームの対象年齢は3歳以上です。本当に大丈夫なんか？大きく、腰振りかぶって現象は、置いておいて、早速ゲームを始めてみましょうか。はい。用意スタート。皆さんにお知らせがあります。
選んだ難易度、ミディアムルールだと10ポイント選手で勝利です。じゃあ、プレイ中の様子が分かったところで、このゲームを紹介してる任天堂公式ページを見てみましょう。リンジャオケンアフリルーサウンド。ま、嘘なんですけどね。臨場感あふれるサウンドは嘘でしたが、このゲームは地味なボールの打ち合いだけじゃないんですよ。それは迫力のアクションですね。見てください。死者蘇生発動、蘇れ。生き返ったよ。いや、見てるから仲間が死んでますよ。やらないかやらない。気にするな。はい、ステージを変えて、もう一戦くらいやっときますか。ちなみに、さっさと終わらせたいので、保険選手で終わるイージーにしてます。ちなみに、全部の難易度でプレイしましたが、結局、何ポイント選手で試合が終わるかだけの差でしかなく、相手が強くなったり弱くなったりしないみたいです。そしてステージに関しても変えたところで何も変化はありません。壁の色と観客の人数が違うくらいです。壁の色が違う？壁が竜医層なので、クロマキーでぶち抜いてその裏で神ゲーをプレイできます。え、最初から神ゲーをプレイすればいいだろ。だってそうだよ。いや、本当にこのゲームやることがないです。適当に打ち返して相手がミスるのを待つ、一生それだけをやるゲームです。前作のアーバンストリートファイトは一応格闘ゲームとして超ギリギリ成立していたんですけど、このゲームはマジで内容が薄いし機能も全然ないしで、フリーゲーム未満の内容のゲームと言わざるを得ないのに、これで599円はあまりにも高すぎる。あ、そういえば紹介してない機能があと一つありました。それはですね、それは腰振り速度上昇機能です。条件はよくわからないんですけど、時よりプレイヤーキャラの腰振りがめっちゃ速くなります。興奮度が上がると速度が上がるのでしょうか。はい、このゲームで勝利するとどうなるのか見てみましょう。なのでマッチポイントを迎えた後の迫真のラリーをノーカットでお送りします。以上です。勝ったら勝ったでタイトル画面に瞬間移動して終わりです。こんなペラッペラな対戦内容なのに公式サイトに載ってる For Kaiji Oyu とか Roku Nin No Player Character とかほぼ意味をなしていません。あ、でもこんな虚無壁打ちゲームでも友人と一緒にプレイすればもしかすると盛り上がるかもしれません。友人と対戦しようとしてるところ申し訳ないんだけどさ、このゲーム一人用だから